はーい、ともらいです。今回ですね、こちらの映画ルフィのおすすめ製品の方を紹介していこうと思います。まあまあまあ、今回の動画は、映画ルフィ当てた方向けへの動画になっております。まあ、なんでね、映画ルフィ当てたよって方はぜひとも参考にしていただきたいなと思っております。で、まあとりあえずおすすめ製品紹介する前に、一度ね、このルフィの、性能の方を確認してから、やっていこうかなと思っております。まあ、ということで、ね、やっていきましょう。まあ、ということで、まずね、戦長効果の方なんですけど、心格と自由タイプの攻撃力を上げてくれますので、できる限り心属性とか、まあ、格と自由タイプのキャラと組み合わせましょうよという感じになっております。であとね、この聖員に編成されているゾロ、サンジ、ウソップ、ナミ、チョッパー、ロビン、フランキー、ブルック、ジンベイ、シャンクスの膝発動した時、自分の膝封状態を完全回復し、ヒザターンをマックスまで短縮させるっていう効果がありますので、できる限り麦わらの一味とか、まあ、シャンクスを聖に入れておくとなおいいですよという感じになっております。で、必殺技の方ではこんな感じになってまして、まあ、さっき言った通り心とか格闘銃タイプの攻撃力とかスロット影響を上げてくれますので、できる限り、心とか格闘か銃タイプの、キャラを入れておきましょうよと。で、あとお邪魔ソフト含むすべてのソフト、実ソフト変換とかもできますし、まあそんなところですかね。まあそれを踏まえつつ戦員を発表していきたいなっていう、感じになっております。まあ他は特にないですかね。うん、まあ、ダメージ受けた時膝短縮とかなので、とりあえず大丈夫そうですかね、これで。うん、まあ、なんで、まあそれを踏まえつつね、戦員の方を紹介していこうかなと思っております。まあ、ということで、ね、やっていきましょう。はい、ということで、まずは相性抜群かなと思っているキャラを紹介していこうかなと思っております。まあ、ということで、まずはこちらのヤマトですね。まあ、このキャラなぜ相性がいいかと言いますと、まず火ダメージ上昇してくれますよというとこと、まあ、パーフェクトタイミングがかなり優しくなったりだとか、チェーンケースをプラス 1.3 で、お邪魔スロットとか、まあ、ジスロットをワスロットに変換できるということで、まあ、映画ルフィがね、まずお邪魔スロットを含む全てのスロットをジスロット変換することもできますし、まあ、そのジスロットに変換した後にワスロットに変換することもできますし、まあ、あと火ダメージを 1.75 倍できますので、火力もさらに上がりますよと。で、あとチェーンケースもプラス 1.3 できますので、まあ映画ルフィに足りない効果を補ってくれるようなキャラになってましたので、まあ結構ヤマトは相性がいいのではないかなと、うん、思っている感じですかね。そうですね、あとはまあそれぐらいですかね。まあなので、結構その映画ルフィと相性がいいっていう感じで自分は思っております。はい、ということで、続いてはこちらですかね。おでんの方なんですけど、このキャラもね、結構相性がいいのではないかなと、まあ、思っているんですが、まあ、効果的にはこちらですかね。一旦の間、斬撃と銃タイプキャラの通常攻撃による属性相性の影響を 2.5 倍にできますよということで、まあ、心属性で組んでしまうと、まあ、発動されないんですけど、銃タイプパーで、組んでいただければ銃タイプのね、属性相性の方、1.5 倍にできますので、かなり火力を上げることができるのではないかなと思ってますので、うん、銃タイプで組むのであれば、まあ、かなり相性が良くなるのではないかなと思っております。まあ、あとはそうですね、まあそれぐらいですかね。うん、まあ、なので結構そこら辺が相性がいいかなということで、まあ結構倍率も高いですし、うん、結構その映画ルフィと相性がいいのではないかなと思っております。はい、ということでね、映画ルフィに足りない効果っていうのをね、考えてきたんですけど、まずはこちら属性相性の方を、ちょっと上昇してくれるキャラと相性がいいのではないかなと思ってますので、属性相性の、キャラをちょっと紹介していこうかなと思っております。まず最初はこちらのシャンクスですね。うん、まあ、このシャンクスも結構ね、相性がいいのではないかなと思っていたんですけど、やっぱシャンクスはね、できる限り即属性5体以上の時に、組み合わせたいだと思ってますので、まあちょっと相性抜群かと言われるとちょっと違うのかなっていうので、ちょっと相性抜群からは話させたんですけど、まあ、それでも結構いい性能は、持ってますので、
まあ結構、おすすめかなっていう感じではありますかね。まあその一味のね、属性相性を 2.25 倍に、まあ、することもできますので、まあ、かなり、火力を上げてくれるのではないかなと。まあさっきみたいにおでんだと自由タイプで組まないといけないっていう制限があるんですけど、一応こちらのシャンクスはね、一味全員を、属性相性を強化してくれますので、まあ、結構誰とでも合わせやすいかなっていうので、入れております。で、まあ、あとは、まあ、チェーンケースを 1.4、プラスすることもできますので、まあ、かなりそこら辺もありかなっていうところで結構おすすめですかね。はい、ということで続いてはこちらゾロですね。まあ、こちらの方を見ていきたいんですけど、こちらはですね、一旦内で斬撃と自由タイプキャラの通常攻撃より属性相性の影響を2倍にしますよっていう効果がありますので、まあ、自由タイプで組むのであれば結構、ありかなと。倍率も2倍なのでかなり、上げてくれますし、まあそのルフィとも相性がいいのではないかなということで、選ばさせていただきましたね。うん、まあ、こちらも自由タイプで組んでいただければ問題ないので、自由タイプで組むときはぜひとも入れていただきたいなと思っております。はい、ということで続いてはこちらロビンですね。まあ、こちらも結構優秀で、自由と格闘タイプキャラの通常攻撃力属性相性の影響を2倍にしますよということで、まあ、こちらは、まあ、自由タイプでもいいですし、格闘タイプでもいいですし、どちらでも組み合わせられますよということで、まあ、さっきのゾロより使いやすいのではないかなと思っております。まあ、あとダメージ軽減とかもしてくれますし、封じ、必殺封じも解除しますよということで、まあ、かなり相性がいい、キャラにはなっているのかなと思ってますので、ぜひとも、ロビー持ってるよって方は、編成に加えてみてください。はい、ということで続いてはこちらレイリーですね。まあ、こちらも、相性良さげっていう感じなんですけど、まあ、こちら自由タイプでもありますし、心属性でもありますので、心属性パーティーで組んだ時でもいいですし、自由タイプの、編成で組んだ時でもいいんですけど、一旦の間力と心属性の通常攻撃より属性相性の影響を2倍にしますよということで、まあ、心属性パーで組むのであればぜひとも入れてほしいなと。まあ、あとは自由 の力属性とかと組む感じでもいいですし、うん、まあ、かなり相性というかね、合わせやすいかなっていうのでレイリーを、選ばさせていただきましたね。まあ、あとはギミックの方も、多少解除することもできますので、まあ、結構、合わせやすいかなという感じになっております。はい、ということで続いてはこちらのブルックですね。まあ、こちらも、優秀なキャラになってまして、まあ、ダメージ軽減もしてくれますし、2ターン内で1ミの、通常攻撃より属性相性の影響を 1.75 倍にすることもできますので、まあ、ちょっと倍率は先ほどより落ちてしまうんですけど、まあ、ブルックなので、まあ、ルフィの船長効果発動条件にも満たしてますし、まあ、あと2ターン上げてくれるということで、そうね、撃破時に体力回復とかしてくるボスもいますので、まあ、そういうキャラと継続して火力を出せますよということでありですし、まあ、あと一味の属性相性強化なので誰と組み合わせてもありですよという感じになっております。はい、ということで続いては、基礎攻撃力を上げてくれるキャラを紹介していこうと思います。まずはこちらロビー&ジンベイですね。まあ、こちらのキャラどちらでも、必殺を使いますと膝短縮、まあ、ルフィの膝短縮してくれますので、まあ、そこも相性がいいですし、まあ、必殺技で、一旦の間一味の基礎攻撃をプラス1000してくれますよということで、まあ、これも、かなり、まあ、合わせやすいですね。一味の基礎攻撃なので誰とでも合わせやすいっていうところもいいところですし、まあ、あと普通にギミックをねかなり解除してくれるんですよ。一定以上ダメージ軽減とかダメージ軽減、攻撃ターンを6ターン回復してくれますので、まあ、結構ギミック剥がしにも優秀ですし、まあ、一味の必殺短縮も2ターン短縮してくれますので、必殺巻きもした時とかにも便利ですよということで、まあ、結構、エーガルフィーとも相性がいいのではないかなと思っております。まあ、でもそうなるとこの2体使ってしまいますとロビンと、まあ、ジンベイが使えなくなるっていうのがありますので、まあ、そこは注意してくださいよという感じになっております。はい、ということで続いてはこちらボンクレですね。まあ、こちらも、かなり相性が良く、まあ、格闘自由心ということで、まあ、ルフィと全く同じタイプで全く同じ属性なので、合わせやすいですし、
まあ最悪ね合わせられないよって、まあ、なることはないと思うんですけど、一応必殺技の方でタイプとか属性を変えることもできますので、まあ、相手の属性に合わせて属性変えてもいいですし、タイプを変えたりして、使ってみてもいいですし、もう誰とでも合わせやすいよね。だからボンクレって、うん、まあね、ぜひとも、持ってる方は、一緒に組み合わせてみてください。まあ、あと基礎攻撃力を、2ターン内だね、プラス1500してくれますので、基礎攻撃力の倍率もかなり高めですよという感じになっておりますかね。うん、さっきのロビン&ジンベイでプラス1000だったので、500も、ポイントが高いので、うん、ぜひとも持ってるよって方は入れてみてください。はい、ということで続いてはこちらシャンクスですね。まあ、こちらもかなり相性がいいのではないかなと思っているんですけど、まあ必殺技の方で心地斬撃タイプキャラの基礎攻撃力をプラス1000してくれますよということで、まあ心属性パで組むときにはぜひとも入れていただきたいなというところと、まああとはまあ一旦経過後、防御力をゼロにするということで、まあこちらも、ギミック剥がしにも向いてますし、火力、まあ相手にデバフをかけるっていう意味では結構使いやすいのかなと。まあ、あと VS 効果の方でね、防御ターン中に与えるダメージとか、まあ、防御力ゼロにもできますし、与えるダメージ 1.75 倍にできますので、かなり火力を上げることもできますので、ぜひどうも、シャンクス持ってるよって方は入れてみてください。はい、ということで続いてはチェインケース上昇固定初期値アップということで、まあ、ここら辺のキャラを紹介していこうかなと思っております。まずは初期値を上昇してくれるキャラから紹介していくんですが、必殺技の方でこちらのローですね、船長が自由、野心、博識タイプ、強靭タイプキャラの時2ターン内でチェーンケースの初期値を 2.5、 上限を35に固定されるということで、まあこちらね、自由タイプが入ってますので、まあ、初期値上げることができますよと。うん、まあ、初期値上げるキャラでも、結構 2.5にしてくれるっていうのはかなり優秀なので、で、ルフィとも相性がいいキャラになってますので、ぜひとも、ロー持ってるよって方は、組み合わせていただけたらいいかなと思っております。まあ確かにガチャの方でもね、出やすくなったはずなので、もしゲットしたよって方は、一緒に編成してみてください。はい、ということで続いてはこちらサンジですね。まあ、こちらも、初期値を上げてくれるキャラなんですけど、船長が自由タイプキャラの時2ターン内でチェーンケース初期値を 2.25 倍、上限値を35に固定させるということで、まあ、先ほどのローよりね、少し初期値は落ちてしまうんですけど、まあそのロー持ってないよって方はぜひともこちらの、サンジを使っていただきたいなと。まあローに持ってない、こちらにある、メリットもありますので、まああのね、ルフィの船長効果で、麦わらの一味とかシャンクスが必殺使うと必殺短縮してくれるよっていう効果がありますので、まあ、さっきローではねそれが発動されないんですけど、こちらのサンジは発動されますので、まあ、結構そこら辺でも相性がいいのかなと、うん、思っております。まあ、あとはギミックの方を3つほど解除してくれるんですかね。1タイル効果、ダメージ軽減、うん、2つか、を解除してくれるということで、まあ、そこら辺でも使いやすいのではないかなと思っております。はい、ということで続いてはこちらサボですね。まあ、こちらも初期値を上げてくれるキャラなんですけど、まあこちらはですね、まあ、先ほどはね、初期値上げつつ上限値が35とかなので、まあいくらでも倍率上げれますよっていうキャラなんですけど、まあ、こちらに関しましてはチェーンケース加算とかを、上げれるキャラを入れれないよっていう場合とかね、うん、即時に火力上げたいよって方はこちらのサボがおすすめかなと。うん、まあ、初期値の方を、3に固定することができますと。あ、固定っていうか初期値を3にすることができますよと。でも上限値が5なので、まあ、5以上の、チェーンケースを上げることができませんよということで、限界の火力がありますよという感じになってますので、まあ、即座に火力を上げたいとか、まあ、あと 3.0 以下は、3.0 未満は、火力落ちますよとかっていう効果がある場合は、ぜひともこちらのサボを使っていただければ、即座に火力を出せますよという感じになってますかね。うん、まあ、あとギミックで、しびれを解除できたりっていうのもありますので、まあ、そこら辺のギミック剥がしにも使えるかなと思っております。はい、ということで続いてはチェーンケース固定ですね。チェーンケース固定の方を、紹介させていただくんですけど、まずはこちらフランキーですかね。うん、
フランキーもかなり相性のいいキャラになってますかね。まあ、さっきのあの船長効果とも合いますし、チェーンケース固定で 3.5 倍に固定することができますので、火力の方もかなり上げることができます。まあ、このチェーンケース固定でほぼトップレベルな、倍率ですかね。まあ、たまにね 3.75 倍とかいたりするんですけど、まあ、3.5 倍にプラスこの、0.25 倍、プラスさせますよっていう効果を合わせて、3.75 倍みたいなキャラはいるんですけど、まあ現時点では結構トップレベルな、倍率になってますので、即座に安定した火力出したいよって方はぜひとも使っていただきたいなと思っております。まあ、あとは防御力アップを、6ターン減らしたりとかもありますので、防御力アップとかのギミックが来た時とかにも合わせやすいですよという感じになっております。まあ、続いてはこちら赤髪海賊団ですかね。まあ、こちらも合わせやすくなってますかね。まあ、でもこちらですと、こちらに多分ヤソップがいるんですよね。これどうなんですかね。扱いとしてはヤソップいますよっていう扱いになると思いますので、まあ、そうなるとヤソップ&ウソップを入れることができなくなってしまいますので、まあ、そういう点ではちょっとね、合わせづらいかなと。まあ、ウソップ&ヤソップ持ってないよっていう方はね、入れていただいてもいいんですけど、ウソップヤソップ、どちらとも持ってますよっていう、ウソップ&ヤソップと、A ガルフィどちらとも持ってますよって方は、ちょっとおすすめしないかなという感じになっております。まあ、あと火力が出るのがこの、シャンクス、まあ、心属性の時しか出ないので、まあ、そこら辺はご注意してください。まあ、こちらも普通にチェーンケースを 3.5 倍に固定、まあ、3ターンしてくれますよということで、安定した火力を、持続的にかけれるよということで、まあ、結構ね、安定した火力出したいよって方は、入れてみてもいいのかなと思っております。はい、ということで続いては、チェーンケース加算ということで、加算してくれるキャラの方を紹介していこうかなと思っております。まずはこちら3時、まあ、こちらも8周年3時なんですけど、まあ、こちらは、船長が自由格闘タイプキャラの時、いじめにかかっているしびれ封じ、膝封状態を5ターン回復できますし、チェーンケースをプラス 1.1 にできますので、まあ、さっきの初期値上げのキャラと、まあ、例えばローとかとロー3時とか、あ、まあ、3時は使えないんでローとかと合わせると、まあ、結構、チェーンケースの倍率爆上がりしますよという感じになっております。はい、ということで続いてはこちらのベポですね。まあ、こちらを自由タイプで組むよって方はぜひとも入れていただきたいなと思っております。まあ、必殺技で船長が自由白式タイプキャラの時、一旦でチェーンケースプラス 1.0 することができますので、まあ、先ほど同様ローとか、サンジとかと組み合わせるといいのかなと、まあ、心サンジとね組み合わせるといいのではないかなと思っております。はい、ということで続いてはこちら白星&マンシェリーなんですけど、まあ、こちらも結構相性がいいのではないかなと思っているんですが、まあ、一つだけ注意してほしいのは、白星の状態では火力出ませんので、できる限りマンシェリーの状態で必殺技とか、使っていただけたらいいかなと思っております。で、まあ、必殺技で、チェーンケースの方をプラス 1.2 にできますので、まあ、結構、数値的にも高いですし、合わせやすいかなっていうので、紹介させていただきました。まあ、あと全スロットを2次スロットに変換することもできますので、まあ、さっきのヤマトほどではないんですけど、2次スロットに変換して、そのお邪魔スロット変換とかを回避したりみたいな感じで使っていただけたらいいのかなと思っております。まあ、あとはギミックの方も7ターン回復とかっていう感じで結構回復してくれますので、まあ、そこら辺でも合わせやすいかなっていう、感じですかね。まあ、あとはそうですね、まあ、入れ替えの方でも、膝封じとか、封じ船長効果向こうを、解除したりとかもできますので、まあ、結構ギミック剥がししたいよ、なおかつ火力上げたいよって方はぜひともマンシリアンド白星入れてみてください。はい、ということで続いてはチェーンケース上昇もさせたいし、基礎攻撃力も上げたいよって方はぜひとも入れてほしいんですけど、こちらのハンコックですね。まあ、こちら必殺技で即自由射撃タイプキャラの基礎攻撃力プラス1000と、2ターンでチェーンケースを 3.5 倍に固定することができますよっていう効果がありますので、まあ、自由タイプで組むのであればぜひとも、入れていただきたいキャラになってますかね。自由タイプで組むは基礎攻撃力プラス1000にもできますし、チェーンケースを 3.5 倍に固定もできますので、まあ、チェーンケース上げつつ基礎攻撃力を上げれるっていう、状態を作れますので、ぜひともハンコク持ってるよって方は自由タイプで組んでいただけたらいいかなと思っております。
はい、ということで続いてはこちらブルックですね。まあ、こちらはですねかなり相性が良さそうな感じになっております。まあ、それこそ初期値アップのキャラと合わせるのでもいいですし、まあ、さっきのローとか、サンジとかと組み合わせて入れていただけたら一番いいんですけど、まあ、必殺技で一旦内で10タイプキャラの基礎攻撃力プラス1000と一旦内でチェーン係数がプラス 1.6 にできますので、まあ、これ現段階で一番高いかなっていう感じですかね。うん、まあ、チェーン係数加算を、プラス 0.5 させるみたいな、プラス 1.4 にプラス 0.5 させるみたいなシャンクスみたいな効果がないとしてね、ないとして一番数値高いかなっていう感じですかね。うん、でまあ、こちらも10タイパで組むと基礎攻撃力と、チェーン係数どちらとも上げれますので、10タイパで組むよって方はぜひとも、入れていただきたいなと思っております。はい、ということで続いては、防御力ダウンと防御力ダウン中に当たりダメージ上昇っていう効果も結構相性がいいと思ってますので、ちょっと紹介していこうかなと思っております。まずはこちらのジンベイですね。こちらのジンベイが防御力を0にすることもできますし、防御力ダウン値に当たりダメージ2倍にもすることができますので、まあ、結構相性がいいのではないかなと思っております。はい、ということで続いてはこちら骨吉なんですけど、まあ、こちら自由タイパーで組むよって方はぜひとも入れてほしいんですが、一旦の間防御力を0にすることもできますし、防御力ダウン中に当たるダメージを2倍にすることもできますので、こちらもさっきのジンベイ同様同じぐらい使いやすいかなっていう感じですかね。でも必殺発動時に敵の数が1体の時ということで、1体の時の敵の場合はね、この防御力ダウン中に当たるダメージ2倍にすることができるんですけど、2体以上の時は遅延中に当たるダメージが上昇してしまうので、そこら辺は気をつけて使っていただけたらいいかなと思っております。はい、ということで続いてなんですが、続いてはギミック解除のキャラ。まあ、これはね本当にその時その時でギミック剥がしのキャラって変わってくるので、まあ、あんまりここで紹介する必要はないかなと思ってるんですけど、まあ、参考までに、していただけたらいいかなと思っております。まずはこちらのチョッパーですね。まあ、こちらのチョッパーはしびれ、封じ、戦長効果もこう必殺封じ、攻撃ダウンを5ターン回復することができますので、まあ、結構相性がいいのではないかなと思っております。まあ、こちら心属性パーティーで組みますよって方はぜひとも入れてみてください。はい、ということで続いてはこちらのナミですね。こちらはですね封じ、必殺封じ、チェーンケース上昇固定状態を5ターン回復することができますので、まあ、そういうギミックが来た時とかにはぜひとも入れてほしいですし、まあ、心属性パーティーで組むのであれば、必殺短縮2ターンもできますので、まあ、結構、しやすいかなという感じですかね。まあ、例えば全体を必殺ターン巻き戻し2ターンみたいな、効果をしてきた場合、まあ、ルフィのね、超過の方で一応その船員のね必殺ターンを2ターン短縮みたいな効果がありますので、まあ、それで2ターン短縮しつつ、まあ、この波で、2ターン短縮すればルフィ、波ともにね必殺短縮することができますので、まあ、結構そういう時には便利かなっていう感じですかね。はい、ということで続いてはこちらロビンですね。まあ、こちらは一定以上ダメージ軽減、ダメージ軽減、防御力アップで、戦長効果向こう5ターン回復できますので、結構、ギミックの方を解除してくれますので、まあ、合わせやすいですし、使いやすいかなと思っております。まあ、ということで、これはもちろんなんですけど、まあ、今回のエーガルフィと一緒に来ているウソップ&ヤソップとか、まあ、ゾロとかサンジ、ジンベイとかはかなり合わせやすいので、まあ、こちらを持ってるよって方はぜひとも、入れてほしいかなと。まあ、確かゾロが属性相性強化することができますよという感じの効果ですかね。心属性と斬撃タイプの基礎攻撃力を、基礎攻撃じゃない、属性相性を2倍にすることができますよっていうのもありますし、まあ、サンジだったらチェーンケースプラス値かな、うん、チェーンケース 1.1 にすることができますよという感じですかね。まあ、あとはジンベイが、ギミック剥がしかなとか膝短縮とかかなをしてくれますよと。で、まあ、ウソップ&ヤソップはね結構相性がいいので、
まあ、こちらの件はね、入れ替えの方で、体勢下げもすることができますし、必殺技の方で基礎攻撃力プラス、1250することもできますし、遅延中に当たりダメージも 2.25 倍にできますので、まあ、結構、相性がいいキャラになってますので、ぜひとも、ルフィと一緒にウソップ&ヤソップとかゾロ、サンジ、ジンベイを当てたよって方はぜひとも入れて編成に加えてね、やっていただけたらいいかなと思っております。はい、ということで今回はこちらの映画ルフィのね、おすすめ戦意の方を紹介させていただいたんですが、まあ、結構ね、相性のいいキャラはいますし、まあ、麦わらの一味とかと合わせるとね、かなり、この戦長効果も活かせますし、うん、まあ元々ねこの必殺技で火力上げをかなりしてくれるので、まあ属性相性さえ上げればだいぶ火力を出すことができますよという感じになってますので、うん、まああと心属性とか格闘自由という感じで結構編成の層も、結構幅広いので、まあ結構初心者の方とかには、おすすめかなと思ってますかね。まああと普通に数値とかも、火力が高いので、火力の方も十分出せつつの、うん、することができますし、お邪魔ソットを含む全てのソットも自ソットにできますので、だいぶこのルフィだけで完結してくれるので、まあ編成もしやすいですし、ギミックに優先することもできますし、うん、まあなのでぜひともまだ持ってないよって方は、当ててみてください。まあということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。